令和3年に、3月の2日です。今日は あんまり寒くはありません。テントで食事していると一人釣り人が入ってきました。フライなんですよね。いやフライは厳しい。まあ、寄ってきたんで話をしましたが、フライで、氷が張ってて釣るとこないじゃないですかって言いましたけど、で、どちらを釣るって言うんで、こちらの釣りを釣りますって言って、私が昨日釣ったところ、砂防ダムがあるんでね、その砂防ダムの落ち込みはね、結構まだ凍ってませんよって言ったら、じゃあ行ってみますって、上がっていきましたけどね、氷が張ったら餌釣りより厳しいです、ね、餌釣りはね、穴が開いてたらそこに入れて釣る可能性はありますけど、フライはね、ほら穴ない、まあ入れない、入れられ上手な人は入れられると思いますが、ちょっと厳しいと思いますね。それで今これ水温釣り上がってきますけど、釣る場所がありませんでした。ここに来てやっとね、イワカゲが見つけました。でここ、去年も確か釣ってるんですよな。この木が今倒れてきてますが、これが立ってたんですけどね。で、釣ってこちらに寄せてましたけど、ちょうどね、釣る場所に倒れ込んでるんで、長いのでは釣れませんので、50センチの仕掛けで釣って引っ張り出します。多分、いると思っていますが、非常に厳しいところに木が倒れ込んでいます。いや、大きいのが出てきたんだけどね、餌食わないで引っ込んじゃったんだな。分かっちゃってるよって感じだったな。これ小さいの来ました。小さいのはまだ怖さを知らないからね。写真撮ってリリースですね。写真撮って、踏んでポーズを見せる。ビデオでポーズ。はい。一匹目です。小さい一匹目です。15センチしかありません。これ意外とガッチリとか針がガッチリ入っちゃいます。よし、こっちに入れよ。いっぱい引き込んでるからね。動くの苦しい。だるまさんみたいになってる。少し大きいのが来ましたけど、大きいのが来てね、食わないんだな。それまさか昨日ね、昨日ですか、解禁梅に入った人が来て釣ったのかなってするっていう感じに見えると、ずいぶん経ってやんの、だいたい大丈夫なんだ。やっと、サビが効いてね、黒いです。冬は動かないから黒くなっちゃう。17、8センチ。厳しいね。もうあんまり警戒し始めてる感じになっちゃう。
小さい仕掛けがもつれちゃったんで作り直してちゃんと戻ります。仕掛けを作り直したんで開始します。大きいの来ないな、もう計画しちゃってんだな。少しずつ大きくなるかね、みんな兄弟だな、これな。うん、あんまり大した大きく変わらない。上流側に来るんだ、子供たち。下流、最初釣った時出てきたのは大きいのが、引っ込んじゃったんだけど。やっぱり、7、8センチちょっとか。うん、黒い。大きいの来ました。やっと大きいの来ました。よいしょ。やっと大きいの来ましたよ。27、8センチのオスです。ええ、小さいのが出てきてね、うろうろしてたんだけどね、横へ上がるからパッと来て、こういうのは釣りやすいんですよ。ね、俺が先食べるとって、ええ、思いっきり顎に引っかかってます。やっと刺身出てきて、疲れちゃう、神経が疲れちゃう。来るか来ないか、来たら瞬間ですからね。 0.1 秒で合わせる。もうこの大体で警戒始めたかな。また子供が来ました。子供が、子供がいる場所なんだ、そこね。17センチだからコップキープして焼いて食べる。出てきてうろうろして、こういうのが釣れるの。うろうろし始めるとね、ああ餌があるって。ね、小さいのは怖さを知らない。大きくなると警戒心が強くなる。まあ、警戒心が強いから大きくなれるっていつも言います。
下流の方で、下流の方で起きに来ましたね。下流の方で起きました。ほら、これオスだな。25センチくらいのオスのイワラです。尻尾が傷ついてますが、まだ治ってない。あ、今日はこれで5匹になっちゃった。いいかな。今晩の晩酌ができちゃったな。刺身3匹くらいあるんだ。でかい。30センチぐらいのやつ、これが刺身。まあだけど刺身もね、30センチぐらいより20センチぐらいのが美味しいんだ。脂が乗ってて、30センチになるとね、年寄りで、わしみたいに年寄りでスカスカになっちゃうからね、あんまり美味しくないんだ。上流にいるかなと思ってやったら上流にいましたね。17、8センチのヨラです。今晩の晩酌が釣りましたのでリリースします。警戒して、まだいると思うんですがね、警戒して来なくなったようですね。よし、ここは終わります。結構楽しみました。これで終わりまして、上流に行きます。ポイントが少ないんだ、この水量が少ないからね、歩いてどんどん行くだけですが、次行きます。あんまりね、なだらかな川なんでね、ポイントがないんで林道に上がっちゃいました。これなだらかで、ね、釣る場所がほとんどないんで、ここに見えてきました。いいポイントです。去年も来てますが、ここまで、一気に登ってきました。泳いでるのが見えますな。泳いでるのが見えるな。どっちから、これは上流から降りる感じになっちゃうんだけど、姿見られちゃうな。これをちょっと行ってみます。タップを外したってのは、外せなかったと思う。さっきの釣り、残念でした。令和3年3月2日です。釣り上がってきておりますが、いいポイントがあったんで、降りて、来てますが、去年も来てます。流れが変わってますね、ちょっとね。去年もっといいポイントがあったですが、流れが変わってました。先ほどの林道から 見ましたらね、泳いでるのが見えたんですが、私そこ、あそこから降りてきたんで見られちゃったのがいなくなりましたね。隠れちゃったと思います。ところがね、この降りてくるところに、足跡、新しい足跡がついてたんだね。こちらにも解禁日前に釣り人が入った感じになってます。プール違反だと思いますが、困りますね。ここ去年も、
1日に先に人が入ってましたね。すべておりましたが、粘って釣りましたんで、まだたくさん残ってたんでいると思うんですが、釣られていない日も全部あります。ちょっとこう置く場所がね、あんまりないんで、去年と同じ場所で釣れます。いや、やっぱり釣れてますな。目の前に餌持ってったら逃げちゃうんだ。分かっちゃってる。これ釣り人が入ってね、荒らされちゃってる。まだまだいたんですが。針が見えてる。小さいのし、小さいので。じゃあ一旦針を取り替えるんで小さく止めます。今年こそはと思ってやってきたらね、解禁前に入られちゃってね、釣れてましたな。この人がいいですな。餌見たら逃げていっちゃうんだけど、最近ですね、入ったなと思うな。よし、また粘りますか。いくら1個分で取りました。25センチの日光イワナです。これは随分綺麗な斑点だな。もう出てきてね、泳いでるやつだったんですが、オスとメスがね、じゃれ合ってんだな。もう産卵時期終わったんでね、
うん、そんなこと普通はないんですが、うん、じゃれ合ってるその一匹を釣ったんです。まあ10月頃のね産卵時期になるとね、じゃれ合って、部屋を作るんですが、まあ家族で今いるんでね、うん、式は式ではないんですが、餌食わないんだ。食わないんですよ。17、8センチからいらっしゃべりましたが、ほぼ3匹ぐらい釣ったかな。3匹釣ったね。去年と同じだね。去年はこんなもんだった。1時間近く粘ったんじゃないかと思います。あの人ね、いくら見てその脇で素通りしていっちゃうんだ。最初は寄ってきて、ひがして逃げていましたけど、そのうち素通りして、なんだ、いけるかって言ったら、なんかね、11時半になっちゃったんで、今日はもうおしまいです。この上流に滝があるんで行ってみようと思ったんだけど、ここで結構楽しんだんで終わりにします。ただいま令和3年、3月2日です。17日出ますが、実は釣り、午前中釣りして帰ってきて、お昼食べてる時に雨が降ってきて、2時頃だったと思いますね。雨が降り、来ました。で、昼食べて寝ましたが、なんと今5時、3時間も寝たって。ね、疲れてるんですよね。3時間も寝た。まあ、雨音っていうのが大好きなんですが、この雨の音を聞いてるとね、よく寝ちゃうんです。3時間も寝ちゃったんですが、まあ今夜寝られるかって一つ気になりますが、多分、寝られると思います。これからちょっと濡れました、雨で濡れてますが、焚き火をこれから起こします。ビデオがね1時間ちょっとしかなくなっちゃってましたね。あんまり撮りません。釣りを撮りたいんで、カメラの代わりに撮っておきます。あんまりビデオは残ってませんが、3月2日の夜、3月2日の夜です。雨は上がりましたが、風が今非常に強く吹いています。
だけど焚き火をね、燃してます、うん、テントつむ映っちゃったら大変ですが、うん、まあ今ビデオを撮るために特に火を入れましたけど、こう一応3月2日のビデオを残しておきます。天地、自然に乾杯、夜なに乾杯です、ね、夜の刺身を今日食べられました、おいしい刺身、夜の刺身今日も食べられました、楽しい一日終わりました。雨も上がりました。明日は予報で言うと天気良くなるんでね、楽しみやろうと思ってます。で、こういうのありがとうございました。あったかい。焚き火。これはちょっとね、たくさん入れましたんで、ね、火が大きいんですけど、いつもこんなに大きい。ちょっとビデオを撮るためにちょっと火を入れましたけど、あともう1時間ずつ少しが残ってないんで、次に明日の次最後の日ですけど、これを撮るために残しておきます。風が冷たいですよね、風が吹くとね、昼間は暖かかったんです。だけどやっぱり雨が降って気温が寒くないと思うんだけど、やっぱり風が冷たい。なんせね、周りは雪とか氷がありますからね、その冷たいのが吹いてくる。今夜はこれで、いや美味しきね、結構、何杯飲んだかな、いい気分で飲んでます。明日も一晩ですか、楽しみで、過ごしています。今夜はこれで、もうちょっと焚き火を楽しんでから、休みますけど、ビデオは止めます。おやすみなさい。